どうもサーフゲームの鬼黒メガネです。我慢できずに買ってしまいました。島野さんのリール19スラディック C3000XG ということで、今日はね買いました報告をしたいと思います。早速開けてみましょうね。いやー、釣り人なんだろうね。釣り人っていうのは我慢できないのかね、欲しいという欲求を。はい、こっち開けます。オープン。うぅー、うぅー、つけます。これどうなの、これなんでさ、こういうやつなの、リールって。上位機種って、上位機種っていうか、あの安いリールのやつって違うじゃないですか、ハンドルの付け方。これ何方式っていうか分かんないけど、これ何がいいのかな、ちょっとそこら辺分かんないんだけど。ということで購入しました C3000XG。 比較してみましょう。4000番と比較してみましょう。あー、全然違う。でかい。4000番でかいな。一回り違いますね、やっぱりね。なるほどね。ちょっと4000番はちょっと、これはこれでね、いいのかもしれないですけど、ちょっと私はやっぱりちょっと、なるべく軽量がいいということで、こちら C3000XG。自重がこの状態ね、この状態で、225g と非常に軽いでございます。ちょっと狭い、ちょっと待って、あれ、あれ、これ外れ個体かな。重い感じがするんだけど、これあれかな、馴染んでないのかな。巻いてればそのうちですみたいなこと、巻いてるうちに良くなります的なことかな。あれ、俺なんかこれ重く感じる。まあいいわ、これはちょっと後でちょっとやってみましょう。それプラス、オプションですね。オプション、これをカスタムしていきます。まずドン、こちら、パワーハンドルをつけます。やっぱこれがあった方がいいということと、あとはベアリングですね。あれ、ベアリングどこ行った、あれ、ベアリングどこ行った、ベアリング、これをつけていきます。これどこにつけるかというとですね、あれですね、こう、これ上げていきますか。あのコメントでいただいたんですけど、ベアリングつけると何があんのっていうことで、まあ、ベアリングつけると何があんのって、だからその回転するもの、動作するものの動きを滑らかにするのがあれですから、ベアリングの目的ですから。これパカッと外しますとですね、見えるかな、あ、白いんだ、これは。これ後でちょっと別で写真撮るか。あの 4000XG のやつはここのパーツ、黒いパーツなんだけど、これ3000番は白いな。まあこのここに白いパーツがあって、ここをベアリング変えるんだけど、ここをベアリング入れると何が変わるのっていうと、ここですよ。いや、このドラグですよ、ドラグ。ドラグの走り出しが滑らかになるということらしいです。あんまり。うわー、ドラグ、滑らかに出るーってね、そう、今までそんな感じたことないけど、感じたことないけど、まあ、ないよりはあった方がいいということですね。まあ、上位機種になればなるほどですね、このベアリング数が多くなると、
いうことで、まあ、こう箱なんか見てもらうとね分かると思うんですけども、これ、はい、こうベアリングの表記 6プラス1って書いてあるんですね。6プラス1、これ何を意味してるかというとですね、この6プラス1の1っていうのはですね、ラインローラーです。ラインローラーのことを意味させてます。ここラインローラーにベアリング入ってますよっていうのが1っていう意味です。だから、リールの表記なんか見るとね、6スラッシュ0って書いてあるものがあると思うんですよ。6スラッシュ0とか5スラッシュ0とかね、書いてあるものがあると思うんですけど、その0っていうのはラインローラーのところにベアリング入ってませんよっていうことです。で、まあ、当然ね、じゃあこの6っていうのは何か、この場合の6ですよ。これが5かもしれないし4かもしれないし、この6っていうのは何を意味してるかっていうと、ラインローラー以外ですね、ラインローラー以外のところに、ベアリングが6箇所入ってますよっていうことです。まあこれは取扱説明書に付属しているですね、展開図の方を見ていただければ分かると思いますけれども、じゃあこれどこにあるんですかと、どこにベアリングが入ってるかというと、まずこの横軸、ハンドルをこう回すとですね、当然このハンドルの軸が回転するわけじゃないですか。これが横軸ですね。横軸、こっちとこっち両端、こっちとこっち両端にベアリングが入ってます。これで2つ。で、今度縦軸、これが中の歯車の作用でですね、このスプールが上下するでしょ、これスプールが上下するでしょ、この横の動きが縦に変わるでしょ、これ縦軸ね。縦軸に3つ入ってます。下の方に入ってて、で真ん中の方に入ってて、でさらにもうちょい上の方にベアリングが入ってる。縦軸に3つ、横軸に2つ、ね、あれ5個しかないよと、あと1個どこに入ってんの、あと1個どこに入ってんのっていうと、ここです、このハンドルのところに入ってます。ここにこうネジがね、ネジが通ってるんですけど、こっちかこっちかどっちかわかんないけど、ベアリングが入ってます。で、多分こっちかな、こっちにベアリングが入ってるかな。で、こっち側にカラーと呼ばれるプラスチックのそのなんかパーツがあるんですよ。で、そこもカスタムできます。で、ゴメクサスのパワーハンドル買うとベアリング1個ついてくるんですね。ここ用に、このハンドル用にベアリングついてきますんで、さっきのゴメクサスのパワーハンドルについてるベアリング、ハンドル部分のベアリング、そしてこのスプール内部のベアリング、これ計2つですね。計2つ、ベアリングを追加して、カスタムいたします。で、 P が、1号ですね。1号を巻いて、今後ね、冬本格的なシーズン突入したら、やっていこうかなと。まあ、4000XG、購入したんですけどね、せっかく購入したんでね、これでバイバイっていうわけにはいかないんで、まあ、大きい魚、ね、青物メインとかね、あとはもう、10月かな、9月はちょっと早いのかな、まあ、9月、10月、11月とかかな、鮭が釣れるんですよ、鮭が。で、まあ、酒釣るのに、まあ、一本に4000番使っていこうかなと思います。ちょっとルアーで私4000番、ルアーで酒釣ったことないんですけどね、餌釣りで酒は釣ったことあるんですけど、まあ、酒釣りもお見せできたらいいなと思います。というわけで、はい、一応クロちゃんのね、我慢できずに、3000番買っちゃったよ動画でした。これね、本当におすすめ。まだエントリーモデルしか使ったことありませんと、なかなか踏ん切りがつかない人いると思うんですよ。私もそうだった。サーフゲームもうね5年ぐらいやって初めてのミドルスペックのあれですからね、こっち最近手出したのが本当にちょっと手出ないな、どうしようかなって踏ん切りつかない方、ぜひ試してみてください。2万円か、実売価格2万円ですからね、この動画の説明欄のところにですね、商品ページ、Amazon の商品ページ貼っておきます。この、本体、
3000CX H、 それから、ゴメクサスのパワーハンドル、それとこのベアリングですね。ベアリングもこの番手によってサイズ違うんですよ、付け替えるやつが。だから皆さん間違えないように、3000番、パワーハンドル、それからそれこの本体につける、ベアリング、こちらの方をですねぜひご紹介させていただきますので、興味のある方は、概要欄下のね、Amazon のページ飛んでみてください。以上、サーフゲームのニックのメガネでした。バイバイ。これで今年は座布団を釣るぞー。